任天堂ダイレクトの情報が全く来ねえって悩んでる方たくさんいらっしゃいませんか？おそらくこの動画を見てるっていうことは任天堂ダイレクトの情報を待ってる方が多いんじゃないかなと思いますね。例えば去年であれば9月の17日に任天堂ダイレクトが放映されました。まあ記憶に新しい方も多いんじゃないかなと思いますね。特にモンスターハンターユーザーであればその際になんとね、モンスターハンターライズの情報が初めて公開されたんですよ。で、その後に東京ゲームショウがあって、さらに詳しい情報が出てきたわけなんだけど、まあその話は置いときましょうか。今日はつもりなんで。はい。まあとりあえず、現時点では任天堂ダイレクトの情報すら出てないっていう状況ですね。まあ情報どころか、任天堂さんから、今年も任天堂ダイレクトを放映しますよ、みたいな告知すらありませんからね。まあさすがに9月の中旬、もう入ってしまったわけなんで、そろそろ出ないと、いろいろな意味でやばいんじゃないか。っていうことで今ネット上ではかなり噂になってますね。もしかすると今年は任天堂ダイレクトないんじゃないかとか、そういった噂も飛び交ってるわけなんですが、皆さん安心してください。任天堂ダイレクトは今年もおそらくあると思います。まあおそらくっていうのは 99.9% あると思います。まあ逆にないってそんな選択肢あるのっていう話だからさ、まあそこに関しては大丈夫じゃないかなと思いますけどね。まあそこの根拠について今から取り上げていきたいと思っております。そしてその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。で、今ですね、画面に出したんですが、任天堂ダイレクトミニっていうことで、去年は9月の17日に放映されました。で、その前は結構早くて9月の5日に放映されまして、で、その前の年2018年は9月の14日で、2017年も9月14日で、2016年に関しては9月の1日っていう形で、過去5年のスケジュールかな、過去5年のスケジュールに関してはこういったステータスになっておりますと。ただこれっていうのは東京ゲームショウっていうのが結構絡んでる場合が大きいんですよね。これがなんでかっていうと、東京ゲームショウめちゃくちゃでかいイベントです。まあいかにでかいイベントかっていうところに関しては以前から動画で話していると思うんですが、任天堂ダイレクトの場合だとあくまで任天堂のタイトル、あとはそのまあカプコンさんとかのタイトルも出てくるわけなんだけど、任天堂スイッチに由来するものであったりとか、任天堂 3DS に由来するものであったりとか、そういったタイトルがメインだったと思うんですよね。ただ東京ゲームショウの場合はもうプレステとか Xbox とか PC 向けとか任天堂スイッチとか、もうありとあらゆるハード向けのゲームが情報として出てくるんですよね。さらに世界中のゲームメーカーが集うんですよ。それこそね、海外のゲームメーカーも含めると350とかじゃなかったっけ。確かね、出展会社が350とかだったと思うので、とにかく規模がすごいんですよね。まあ、そう考えた時に任天堂ダイレクト、そして東京ゲームショウ、もう全然違うイベントなんですよ。なのでこの東京ゲームショウっていうものを任天堂さんはかなり意識されておりまして、東京ゲームショウと被らないようにしようと、できれば東京ゲームショウの前に任天堂ダイレクトを放映しようと、そういった動きっていうのがこのデータからわかると思います。特にここ4年であれば東京ゲームショウの1週間前、その週に放映される可能性が極めて高いんで、そう考えた時に今年も2021年も同じようなスケジュールになるんじゃないかなと思ってます。まあ世間一般的には今までずっと9月の1週目か2週目に来たから、今年も2週目か1週目に来るだろう、ただ1週目は来ませんでした、じゃあ2週目に来るだろう、え？けど2週目にもう入ったぞ、月曜日も終わったぞ、情報出てねえぞ、どういうことや、みたいな、そうなってると思うんですよね。ただ今年の東京ゲームショウっていうのは見てもらったらわかる通り9月の30日から開催になっております。じゃあ逆算すると9月の23日前後、そちらに任天堂ダイレクトが放映される可能性が高いんですよね。そして基本的には木曜日に放映されることが多いので、ちょうど9月23日っていうのは木曜日なんですよ。そう考えた時に任天堂ダイレクト、ちょうど9月30日の1週間前の9月23日木曜日に放映される可能性が高いと思いますね。なので例年と若干スケジュールは異なるんですが、任天堂ダイレクトの放映日は9月23日っていうことが考えられるんじゃないかなと思いますね。そして今動画撮ってるのが
9月の14日なわけなんですが、まだ約10日ございます。ですので、まあ、今週末ぐらいに情報が出て、23日の木曜日に任天堂ダイレクトが放映されるみたいな、まあ、そういったスケジュールになるんじゃないかなと今のところは考えてますね。なので、今日の夜とか、明日の夜とか、しあさっての夜とか、あ、けどしあさっての夜だったら出る可能性ありますね。どうなんだろう。まあ、ちょっとわかりませんけど、今日明日には多分情報出ることはないんじゃないかなと思ってますね。もしかすると遅ければ週明けに任天堂ダイレクトの情報が出てくる可能性もあるんじゃないかなと思ってます。なので目安としてはそんな感じかな。ただまあ過去のスケジュールとかを見てみると9月23日木曜日に放映される可能性が極めて高くなってるんで、情報解禁自体は9月17日の金曜日が一番可能性が高いと思っているんですが、遅ければ9月20日月曜日で、早ければ9月16日の木曜日、多分いずれかの日に情報解禁があるんじゃないかなと思いますね。はい、まあとりあえずそんな感じかな。まあ最近の傾向とかを見てると、まあなんとなくね見えてくるところがあるんですが、まあ、やっぱりね任天堂さんも東京ゲームショウ意識してるんで、まあ、ちょうど1週間前とかにぶっ込んでくる可能性が高そうですね。まあ、もしかすると今年は2週間前の9月の16とかにやるんじゃないかなってワンチャン思ってたんだけど、ただ現時点で情報が出てないっていうことは、まあその可能性っていうのは極めて低いんじゃないかなと思ってます。まあ完全にないとは言い切れませんが、ただ普通に考えると、まあ9月の23日木曜日に放映されることがほぼ濃厚じゃないかな。まあとりあえずそんな感じですと。ですので現時点で任天堂ダイレクトの情報が出てないからといって不安に感じなくても大丈夫ですよっていうお話でした。皆さん大丈夫ですか？落ち着いてください。任天堂ダイレクトはしっかりと放映されると思うんで、まあ年末商戦も控えてるわけで、なおかつ任天堂公式が今年も東京ゲームショウには出品しませんみたいな、そういった告知を事前にしていたんで、まあそう考えた時に任天堂ダイレクトないと任天堂のゲームを紹介するそういった機会がないわけだから、おのずと任天堂ダイレクト確定かなと思いますね。まあそんな感じですね。まあちょっと長く語ってしまったんですが、とりあえず言いたいこととしましてはそんな感じになります。いやー、任天堂ダイレクトめちゃくちゃ楽しみだな。超楽しみすぎるわなあ、チャチャマル。そしてフランスは、お前たちわかるか、この任天堂ダイレクト、ゲーマーにとってはとても大切な日なんだよ。本当にとても大切な日だからな。なんかお前らコスメアイテムについて語ってるけど、コスメアイテムってボディーペイントみたいなやつか。ああ、けどさ、男からしてみると、まあ、コスメって言われるとなんとなく理解できるんだよ。なんとなくは理解はできるんだけど、イメージとかついてるんだけど、ただ具体的にこれだっていうものがわからないよね。なんか詳しい名称とかもあんま知らないさ。まあ、なんとなくは知ってるよ。けどなんとなくしか知らないよね。実際使ったことないしさ。でもそれならもっと全身塗った方が目立つと思うぞ。ちょっとボディーペイントとは全然違うよ。いや、ボディーペイントとコスメは全然違うでしょ。まあそこに関しては肯定することはできないよ。フランスは、そうだよ、ボディーペイントは違うものだ。そっか、確かに皮膚呼吸ができないから危ないもんな。皮膚呼吸ができないからってそういう問題なのか。じゃあフェイスペイントで我慢しとくか。フェイスペイントとコスメってもはや別物だろ。顔に塗るのも危ないからおよしなさい。どういう会話？この二人どういう会話や。なんかチグハグだったけど、こういうチグハグな会話がめっちゃ面白いよね。なるほどね、お前らはそう考えてるっていうことか。そしてお前たち、任天堂ダイレクトっていうことで、君たちにも激震が走るかもしれねえぞ。まあまだ未定ではあるんだけど、あつ森の追加コンテンツ、何か来るんじゃねえかなって思ってんだよな。まあ何か来るっていうか、まあ他の動画で話してるから、いちいちこの動画で言う必要性ってないと思うんですが、まあおそらく有料のダウンロードコンテンツ来るでしょうね。もし来なければ、それはそれでいろいろ問題があると思うんで、まあさすがにこのタイミングでやってくるでしょう。まあそうか、単独ダイレクトが用意されていて、単独ダイレクトで、あつ森の有料ダウンロードコンテンツについて情報が出てくるかもしれませんが、ただ現状ですね、まあ、そこについてはちょっと難しいところがあるのかなと思いました。はい。で、どうした？ストライプソックスお前にやるよ。何それ。今の服の色と結構合うと思うぞ。ああ、ありがとう。あ、なんかもらいましたね。ありがとう。まあ、正直いらねえけどな。遠慮なんかいらないぞ。ありがたく受け取ってくれ。金くれい。いらねえぞ、お前。
もうちょっといいものくれ。もうちょっといいものくれ。プレイステーション5くれよ、俺に。てかさ、プレイステーション5って、未だに売ってないんですね。まあ、抽選では売ってるよ。逆に抽選でしか売ってないんですね。どういうことや。未だに品薄ってすごいよな。え、プレイステーション5ってさ、確か、発売して今月でもしかすると1周年じゃないの。多分来月か今週で、今週じゃねえわ、今月で1周年だと思うんですよ。まあ、そう考えた時に全然売れてないなと思いました。まあ、プレステ4とかプレステ3が売れすぎっていうのもあるんだけどさ、プレステ5売れなさすぎじゃないか。まあ、そもそも物がないっていうのもあるんですが、これでもね、全然売れてないよなと思いました。まあ、ちょっと厳しいところがあるんでしょうね。まあ、部品が足りないとかさ、まあ、いろいろ大人の事情っていうのもあると思うんですが、けど、1年経って100万台って、まあ、ソフトであれば、かなり優秀だと思うんですが、ハードで100万売れてないって結構厳しくないか。特にここ最近のゲームハードだと、ここ最近のゲームハードで、1年間で100万台売れなかったハードってなかなかないんじゃないかな。どのハードでも100万台売れてるイメージがありますからね。しかも早い段階で。えへん、やっぱ知ってるってか？そうじゃないかと思ったぞ。お前たちってなんとなく漢字が似てるから聞かなくっても分かってたりして、金くれい。おいな、本当はもっと大きな網でもっと大きい虫を取りたいんだよな。あ、でも大きすぎるとさすがにオイラでも持ちきれないかも、金くれい。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。